はい、えー、それでは富士ステークスと菊花賞と副賞生活候補ですね自己、えー、調査いきましょうはい、えー、まずは富士ステークスですけどはいえー、G1 馬 NHK マイルバの、えー、アドムヤマーズからですね別定戦で57球を競いますけどまあ問題ないでしょうという範囲のアドムヤマーズからやりましょう 5ヶ月半開けてますけどまあ同じ舞台ですし試運転やとしても、えー、23着はかたいかなえー、おそらく一番人気でしょうしうんあとデムちゃんですけどまあここはえー、まあ無難に23着来ると思いますいや試運転にしてもいや45着までデムちゃんが外すイメージないと思うんで頑張っていくい,いけるいけるちなみにコメントなんですかコメント見してくださいはいコメント見してください太め感なし 問題なく元気いっぱいって書いてます。バタイジプラスですけど全く留め感ないって書いてます。あとはこの後は海外暮らしですね。香港マイルチャレンジです。頑張ってください。シャンティンいきますそうですか。マイちゃんやっぱ回避か。さすがにさすがに舞ちゃんを回避らしよう。はい。了解です。ありがとうございました。はい。 事前調査対抗レッドオルガンにしてました東京で抜群の成績、えー、今回藤原さんに福永さんっていう鉄板のコンビ組みましたはい東京校舎レッドオルガンが反撃へ警戒が起きてことで東京過去成績2121 21ですねはい、えー、お母さんエリオンピックシーってことでこちらレッドワンスサトノルパンレッドアリオンクラレント等々東京で活躍するあとレッドウィーロンね えー、東京マイル非常に強い決闘なんですけどまあ5ヶ月あけて前走ビクトリアマイル高速決着負けてまあ力の差があったんでしょうはい東京新聞はたら後の g 1バイ22チャンプーに2着ですやっぱ東京のマイルは非常にこのまま強いですねただ安城福永さん休み明けどうかっていうことなんですけどただねこの後のね東京 g 1のマイルがないとなるんで,でおそらくねここまあまあある程度いい感じに仕上がってると思うんですけど うん、まとまだ重傷勝ちもないしねただまあ対抗は言い過ぎかなと思ってうーんまあこのままにしていくかで対抗はやっぱりノームこうを押さえとかなあかんなっちゅうことを押さえときますはい、えー、ビクトリア・マイルバーですねレコードで買って安城がダミアン・レーンで買ったんやったかな、はい、今回ルメちゃんが久しぶりに乗り戻すってことで、まあ、ルメちゃんね、えー、愛知杯で2色取りましたし うん、まあこのマイ前路線やっぱ転んでることからエリザベス女王杯とかやっぱ距離長いと感じたんでしょううんえー、お姉ちゃんお姉ちゃんやったっけノムかの妹か妹やったっけクロノジェネシスも自分を取りましたし、えーね、兄弟揃って姉妹揃ってっていうかな、えー、自分を取りましたってことですね絶好調ってことで最終動頑張ってくださいもう一回東京回るならやっぱこの糸で無難に馬券かな試運転の可能性もあるかもしれないけどこの糸を押さえておきましょうはい あと、まあ、レッドールが押さえとくんと、ちょっと僕、黒3か候を一体目ときますね。あと、エメラルファイトも前回、特注ば売ってました。はい、えー、東京マイルクールネ3区ってことで、もうここ、メモ帳が開いてます。黒船かけるスペシャルウィークで、NHK マイル、恋,恋、恋って書いてるんですけど、NHK マイル、コーンとスプリングステークス、1着、おかって、これ、これ結構、こえっ、どこ出てくるの、お前と思って。<laughs> スプリンカ、スプレークス買ったのやえけど、あんじゃあ次 NHK マイル来てくださいってダービー、なんと次ダービー、おいと思って、<laughs> おい俺の夢どこ行ったんやと思って、東京マイルしませんかって、IB ステークス3着へ。で、ね、東京やるって言うてんやけどね、ようやく待望の東京、来た来た。来たね。<laughs> 来たねこれ、東京やっと来たこいつ。来年ぐらいで、ね、安田家に出るぐらいの格好見せてください。いや、東京マイル、えー、何やったっけ、黒船。 だけけじゃなくてかけるお母さんのお父さんんの父スペシャルウィークこれは重症強いからな G1 特に強いから頑張ってくださいこれは頑張ればこれは頑張らなあかんではいここでなんとか賞金ゲッチュしてください無理かな相手がちょっと相手がちょっとなあとはまず脳むこうやからちょっと相手かなうんはいあとはただねアンノートルとかイレーションとかね昇級してきたもの結構面白いものなんですねアンノートルも2倍ね、えー、前走エプソンカップ負けたけど2走目自由賞やし はいイレーションはずっと安定した成績ですし、はい、あと昇級馬はもうわらないあと見キルカスとか,かあまあキルカスこれは完全にキルカスやな名称はわらもん久しぶりやねはいあと利口悪さは地方ですしすいませんすいませんうんあとロジックラインの高さんがどうなるかともたきたいかなと思ってんやけどあとねレイエンダがねルメッちゃんがノームカー乗ってるんで案上藤沢さんとこにすみンさん 藤ルめが飛んだよな、これな。藤ルめの鉄板込み解除これ。一番人気前走新潟県。じゃあ、着か気難しいとこあるし、結構気難しいらし。だから今回もね、安定し続けが難しいかな。東京新聞配も8着やったし、ちょっとね、うーん。ルメちゃん、ほんまこっちのりちゃんにちゃうかって噂あってたんやけど、いや、ちゃうやろな。もう向うはでしょう、と思ってるんですけど。うん 僕は乗ってきないで、ノブカ本気かなーってめちゃ思ってます、私は。個人的な個人的なうん、個人的に多分呼ばれたと思うんやけどな、一回乗ってくださいって。でも私、ノ向カがいいですって言われたと思うんやけど。うん、多分、多分、ね、多分な。勝手にやけどはい。で、あとはですね、えっと、ジャンディが前走、えー、オータムハンデ3着やったんですね。はい、安城が再び。藤井さん、これファインプレー結構ファインプレーこれ。十0番逃げたからええっと思ったんですけど。 はいあとはクリノガウディが、えー、中京記念やったかな2着やねはいグルービットは手着やったからこのね中京記念はまあ評価したあかんかなと思ってねプリモシーンも結局あかんかったしまあ距離がんやろねグルービットクリノガウディが強いかっていうとそうでもないんでねあと勝てたら惨敗ねはい、えー、ってことでうーんまあどうやらストロングタイターもおるけどはい「ダッシング・ブレーズでこのりさんです」って。 はい、あとは誰だっけカトレラ・オシシャロキさんとキャンベル・ジニアが石橋さん堀さんか鉄板コンビねはい鉄板コンビってがいつものコンビねはいということでフジステークスは自己調査今こんなもん一人でい,いと特注は打っておきましょうはいえ独注馬ですけどこのまでいっときましょうか はいカテトラルですねえー、と3か月前走中距離の明けてなんですけどまあ NHK マイル3着これまあ外出しん中内からさしてきたんですけど、うん、はいさすが短期面許の外員さんが g ンってことで、はいえー、外飲みの場合はやったんですけど。 はいえっ、ー、とね馬場の真ん中から馬場の悪いとこやったんですけど馬場九日の八倉井三句ってことではい馬場の真ん中から突き抜けてくる三着やったですねこれ結構価値があって、うん、このおかげでね40枚マワッシュワッシュ打ってたんですけどはい、えー、一瞬抜けたかと思ったんですけど外からのがやっぱ指しが強かったってことでまあ、その中でよく打ちから指、ね、しきたなーって内容やったんでよく頑張ったなと思うんですけどはいえー、と10番に級られてこいつあ7番2級かよく書いてされてことはいました。<laughs> はい、で前走中級記念2番人気から惨敗ってことで、はい、人気からの惨敗を鉄則でかえってことでしかも今回安定がねタル家さんでしょこれタル家さんねはい来ましたこれねやっぱねこの方でね外人さん連れてきた時に強いんではいタル家さんでババブーラさんで一回ずつ馬券絡んでるんでよろしくお願いしますいやこれ強いと思うで勝てたろうねえっ、ー、とねアリンたも一億だったしねはい いいいと思いますよはいということで藤井ステークスは以上で終わっていきますはい続きましてですね菊花賞いきましょうはい、えー、それでは菊花賞ですけど18頭で揃いましたで、えー、枠順決まったんですけどえっ、ー、とねさっき言ったとり,っっり中枠がよろしゅうないっちゅうたんと大外がよろしゅうないっちゅうたんと はいまあ六角七角な,ならまだギリ範囲かなギリ範囲じゃないギリ範囲セーフかなと思ってますあとはえー、まあ機種とかはこの舞台まずあれやもんね京都3000って施工が少ないんでてかもう喫科書しかないんかなんであんまり、えー、機種との参考はならんとうんで、えー、今回はえー、事前調査で はい、えー、本命ベロックス対コワールドプレミアですね。ここは伊藤神戸新聞配組のサークルナーデに競った。この糸が強いよって話しとって。で、特注部がレッドジニエルじゃなくて。はい、前走、えー、ね、えー、高速の足使った30秒なら。ほぼほぼ上がりが使えた。ユ、えー、ニコーンライオンがおもれんちゃうかってことで、うち引いたんでいいということですね。面白いって話してました。でまあ、歩くまでも抑えにしといて。あとはね、ベロ。 の距離ですよねこれがどうなるかやねはいあとちょっと7枠は、えー、そこまで大きい影響ないって言ったんですけどはいえー、過去に7枠で苦しんだ馬がいますね人気でえっ、ー、とね奇跡は奇跡と僕は誰やもんな大暴れやったからなとね確かねピュアネイヤー勝つきちゃうなあちゃんと東方茶った時から勝つきか ワンアンドリー飛んだ大人も残ってやね。これがあるからね。まあこれだけやけど。<laughs> これだけやけどね。はい。で、今回どうしようかもって。あとね、内、え、訳、ー、でザーダルがおるんと。はい。西野デイジーがアンジョル梅ちゃん。やはり乗り換わりでした。うん。ガツラさんじゃないと。はい。あとカリボールが藤井さんと。えー、ディバインフォース。こちらの小乗りさん。一緒歯ですけどね。うん。 抽選突破して、ね、あとひしげっこう堀さんに最強外人がスミオンさんですねはい安城スミオンさんレイエンドの森松桂とはいこの方2本来て勝率17%ってことでなかなかの、えー、G1 で言うとエピファネイですね、はい、4年5年前かもエピファネイヤゴールにしてます4馬身差ですはいあと えと8番にメロディーレーン酒井隆聖君あと9番でバンケト・ミンゴ前奏復唱生活ありがとうございました <laughs> はいあとカウディリョ堀さんに最強ガイジンこっちはデムちゃんここのね選択もねカウディリョねこっちにデムちゃんらしいですここの堀さんの起用もちょっと注目してみましょうはいえ罪を探し結構デムちゃんがカウディリョですねここの堀さんの最強ガイジンの起用がどう出るかうん はい、あとシルフマン前走神戸新聞杯逃げた松山君6着レッドジニアル前走学さんで4着学んだ方が12番ですねあとベロックスサトンルークスサトンルークス30福永さんのり換わりはいベロックスの代わりねであとホーサーベルが海老名さんこちら前走三勝もありましたけど前走一番人気に応えて2着はプランドラに小林審査という圧勝をつけてますうんはいいまあ左前が強い ってか左前しか走ってないってイメージだったんですけど、まあ、左ましか走ってないわはいあと今もタイガーのディアマンって名称天元がそれぞれ8枠入りましたとはいで、えー、今回やっとはそのベロックス距離がどうのこうのとかワールドプレミアは距離を伸びた方がいいとかいろいろあってはい、えー、正直ね今回もね ベロックスワールドプレミアムで決まるかなーって一瞬思ったんですけど意外とあれそうな気がしますうーんまあ毎年距離伸びって菊花賞誰か使うからんっていうあれなんですけどまだちょっとチャンスは残ってるかなと束にですねあるんでうんまあただ単位に長距離走ったりとかコバ相手に実績やった方がいいってもんじゃないんですけどうんまあただかといって誰選ぶかっていうと今結構生まれてます でもとりあえずね肘結構と香り量、えー、抑えますけど軸にはちょっとしたくないですねうんというのもやっぱり堀さんとこなんでねやっぱり西のイメージが強くないんでうんいくらでムちゃんとスミ野スさん連れてきてるからといってうん西のね舞台でこの方買ったんって八重山の里のクラウンだけなんですよね宝だけと京都ねはいパパ渋った時ぐらいしか記憶ないんですようん サ、ね、里ノクラウン3回買ってますけどもしろ里サノクラウンしか買ってないですねこれねはい阪神で買ったって言ったら4年前ぐらいのカフェブリリアントぐらいしかなんかあんま記憶ありませんうんあとはあリアルインパクトね、まあ、これはあったねこれはあったけどはいということであんまり G1 でも確かに西の G1 で勝った意味じゃないやめときましょうやめとくっていうか軸には死んどきましょう 結構な面白いけどねルーラシップさん距離延長大歓迎野茂酒前奏あ今日札幌に6という舞台一着うーんわかるんですけどやめときましょうはいやめとくとですよね空にはせんときましょううんサトルルークスかセントライト記念からの巻き返しがおもろいかなと思ってるぐらいですかうんこれ意外と,もられ、ね意外とね、おもろいこれはね意外とねおもろいこれおもろいうん はい、まあえー、打つ外の話しますとやっぱ馬場が傷んできてるかもしれない今日と今週も目打てますけどはい前走セントラル的に休み明け2着うんはいなかなか早い時計オーバ午ーデブスか早、はい時計でリオンリオ相手に馬審査まあまあ十分でしょうはいえー、スミレステークスまでね、えー、ポンポンで買って皐月賞とー,ーダビー負けてるだけなんではいってセントラライト軸打ってたんですけどうまいこと来てくれてありがとうございますやったんですけどうん まあこれぐらいかなあんまりあとは信頼がおけないか、まあ、あんまり言い過ぎて本ちゃん言うことなくなるかな、うん、はいということで自己調査これプラスアルファ1等ですね特注場紹介しましょうはい、えー、今回の特注場自己調査ですけどこのままもう一回紹介しておきましょうはい、えー、メロディーレーンですねこのままでいきますはいえー、っとこの方も合計12戦してるんですけどえー、っとね前回 紹介しましまた、えー、徳地馬ですね、はい、徳地馬というか副賞生活かで事前調査もちょろっと紹介した気がしますけどはいえー、っと距離延長した京都2んで3着やってはい未勝利戦で <laughs> はいようやく距離伸びてこの馬の開花、えー、無類のスタミナ豊富ってことでんちょっと日本語かな無類のスタミナ豊富です <laughs> はい で、えー、最後の直線10番ですね今のおーですねこのコーナー回っていくときに1頭違わしちゃったんでこれねはいちょっと1頭違わしでピュッていってたんですげえなこいつと思って、はい、で馬体重が、えー、前回レコード更新しました3 3 8ぐらいだったっけ最初馬体重かつ、えー、阪神26のレコードホルダーとなってますはいえー、姉妹なしは確実です飛び起きですしねはい急場、えー、審査だったっけこれ そうやねえー、しかも1頭上がりが35秒台これはすごい、うん、これはすごい37秒台が最高やったかなこれはすごいんでいうてで前走ですねはいええ昇級戦阪神2六まあ距離で見た方がむしろええわってことを言ってたんですけどはいメロディーレーン10番ですねはい4個生ナーって外行きますよ言うてはいお外持ち出されてはい1頭外から違わし見してくれて先頭と2馬審査や のか、はい、スローでサザムもらってペースを捉え切った、ね、非常に強い内容でした、はい、でまた距離がさらにみを進んでチャンスですよってことであとはね、まあ、スピードが、えー、ずっとあるまじゃないんで、えー、まあ言うと、えー、ずっと速いラップ刻まれると厳しいかなと思ってますんでね、うん、ある程度射程圏をと捉えての上がりならいけるかな、はい、338km ロメロディレーンが抽選突破ってことで3分の1の宙差を突破して はい、えー、前走、えー、最年え最小馬対中勝利だったんですけどはい見かけから想像できないほど豊富なスタミナがありクラシックの追加料投量頭力を入にし百馬払い三駅火賞三勝を決めた今の駅火車三勝八四年のグレードドルフルンドメーラストロップ以来って書いてますけど小さいくて飛び大きいに乗ってる乗車のスピード感が鈍るほどって書いてますすごいねこれ頑張ってくださいあとはねマヒンバヤシ んーで揉まれるかもしれんので気をつけてください。中枠引いてもだね。でここ、えー、G1 なんで岩田望さんあ未来さんが24勝でまだ出れないと G1 確か35勝しないと出れないんで。ってことで安城酒井流星さん大丈夫か <laughs> 大丈夫か <laughs> はい、えー、どう,やっうんだったっすね今年勝ってますけど頑張ってくださいすごい12万人十11万人気で勝ってるんで頑張ってください。はいということで幾、えー、箇所は以上でおっときましょうか。<laughs> はい、最後に副賞生活候補いきましょうはい副賞、えー、生活候補ですけどはいえっ、ー、と前もみとってうーん土曜日の注目はちなみにですね土曜日もう一個注目しておこうはい、えー、赤富士ステークスにこのまま出てきますジュンスターホースですねはいえー、これね2層前に注目したんですけどうんババがねややもらったらこのままやばいと思う多分やばいと思う結構やばいと思ううん。 前の足を見てください11番ですねこれはねすごかったこれはねすごかった何回とこうこれはねすごかったはいえー、とねずっと後方道中後方に構えと取ったんですけどはいえー、とね縦長の展開になってちょっとね先段の位置より後方、えー、になっては後、い、方も後方で最後方やったんですね。 はい、後方集団からもさらに桟馬に離されとってはい、残り600ねもうちょっとより過ぎるんですけどこの過ぎてからなしね、はい、ここ過ぎた後はいまだ最高方やったんで絶対あかんやろうと思ってないですはい後方です一番最高ですねあの緑の帽子ですねはい一番外で押すとぶん回してあれ絶対無理やりチェンジきな普通絶対無理やりチェンジきるなしかもババがね不良じゃなかったんでそこまで足抜きいいと思ってなかったんですけどはいいってらっしゃい打って。 はい、最高峰から1頭飛んできたと思ってれ誰や誰やと思ったら自分のスタートはこれがね東京2100でまあ、買った躍とか知りませんけどちょっとすごしちゃったんで、えー、1着ですねありがとうございましたでえー、と上がりが37秒6と、えー、2着場に1.5以上つけてますんで。 これはねすごいちっったと思うえ16頭から5本抜きやったんですごいと思ってはいで前走新潟戦8で肝心休み明け試運転の11着今回本気だと思うんで頑張ってくださいただ今度も駆除生活更新するかっていうとそうでもないけど中止ししゃうっておきましょうはいあ間違えた消したらあかんね消したらあかんねはいんであとはあとはそっちじゃなくてえっとねこっちねはい京都11レース阪神 1200m ハンデ戦 はい、こちら、カフジテイク、シュージ、スマータバロン、等等ト,ト,トップハンデーにうまい M が出てきます。トップハンデーでうまい、イメな。テイオヘレス57キロ。うん。はい、結構、えー、57キロ台が多いかな。ら両ーデ・ソールとかライン・シュナイダー、前走3着ね。はい、えー、3着3着か。11番人気、10番人気、3着3着。はい、出てきますよ。ライン・シュナイダー、やばいな。すごいやこい。<laughs> はい、えー、2奏前、全然、ライン・シュナイダー、そうですいません、思い出した。<laughs> はい、前奏42103連単7万円ゲッチュはいで、えー、今回はこの中でお帰りなさい前沼の立山お帰りはいメモに書いてますはい京都戦に松山くんで4100ですはい前回中山でダメやったんですけどまあ今回今日取ってことで頑張ってくださいその前、えー、副賞でワッショワッション言ってますさらに天皇と強くありがとうございました はい。えー、京都松山で4100ってほんまにさえ、ほんまにさえやから覚えとけ。もうもう考えられない。京都松泉に松山で以上です。はい。京都泉に松山で4100何回目どこ何回目どここれは何回目どこ先生休み明けただけにそうめで京都って考えると頑張ってください。京都の泉の G1 作れ。去年やったんやけどこれ。去年 JBC スプリントってやったんやけど今年ないかと思ったんやけど怒ってますこれ。はい。ということで、えー、今回は立山で行きましょう。うん。 でも、建山や、これ。松山やろ立山や、これ。えあ、そんな感じ。うん。ということで、以上で終わりましょうか。はい。ということで、自己調査以上で終わりましょう。また明日、富士ステークスの本チャンでお会いしましょうか。ご清聴ありがとうございました。止まったけど、ちょっと待ってください。えー、POG もあるんでよろしくお願いしますね。忘れてた。はい。POG もこんなやつでやりますのでよろしくお願いします。以上で終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。